はいどうも、赤崎蓮華です。今回も FIFA22 監督キャリアモードをやっていきます。前回新たにフリーエージェントから2人の選手を獲得したアメオトユナイテッド、カラバオカップ2回戦敵地でカーディフシティに挑みますが、先制点を守りきることができず、結果は3対1で敗戦。3回戦に駒を進めることができませんでした。ただこの試合で試した 4-2-3-1 が思いのほかしっくりきていたようなので、今回は新たに中盤の選手を1人獲得していきたいと思います。今回獲得するのはユースからスウェーデンのエリアス・リンクビスト17歳、オーバー55の CM-CF で左利き、もともと CF だったんですが CM にコンバートさせています。ドリブル系の能力が比較的高めなので、トップ下として結構いい働きをしてくれると思います。ということで、リンクビスト、スウェーデン17歳、シニアチームに昇格させましょう。頑張ってくれ。なんとここでハーストに移籍オファーが来ました。フェネルバフチェ650万ユーロ、ものすごい金額になってる。ただこの選手はとてもじゃないけど出せないので拒絶です。もっと大物になって、ね、1億ユーロ超えるような選手になると思うので、それまではね大事に育てていきます。さあ本日の試合はリーグ戦第5節サットンユナイテッド戦です。相手は最下位、まあ、アネオトユナイテッドも今22位なんで、ちょっと下位争いしているようなチームに負けるわけにはいかないので、ここは初勝利上げていきたい。でユースから上げたリンクビスト、早速トップ下でスタメンで使っていきます。やってきました、リーグ戦第5節サットンユナイテッドとの試合。アウェー、相手は最下位のチームなんで、ここに負けたら今度アメオトユナイテッドが最下位になってしまう恐れあり、だから絶対勝たなきゃならない。ここで初勝利目指していきましょう。ウェイド、バーと中戻してイアット、バルガから落としてバーバー、ファーストに預けて一旦ここはワンツー、イアット、リンクビスト、リンクビスト前向いて、リンクビスト、ファーストシュート決めたー。リンクビスト、アシスト、そしてハーストのゴール、ユース上がりの2人が決めていく。いやー、若い力が躍動した。いや、素晴らしい崩しだったね。ちょっと無理めなパス交換だったんですが、ここハーストよく軸足ぶれずにシュート打てましたね。シュートスピードも結構あったので、キーパー止めきれず、ゴールに流れ込んでいった。サビ入る、奪えるか、裏抜けてシュート、ここはウィリアムス正面ためて、バーバー、イアット、もう一度バーバー、リンクビストヒールで流して、さあウェイドシュート打つ、決めた、ウェイドミドルシュート2点目。いや、いいシュートだった。バイタルからミドル突き刺した、本当シュート力あったっけこの選手。さあリプレイ、リンクビストがスルーして、ここ前空いたのでシュート、あ、素晴らしいシュートだ。右足振り抜いた、キーパー届かず。さあ相手ロングキック、競り勝ち、いいよバルガ、さあ前向いたバルガ、バルガここは一旦ハーストへ、ハーストから中もうちょっと上がってきてほしい。ウェイド、さあ裏抜けてバード、シュート2決めた、3点目。アメオトユナイテッド大爆発、バードのゴール、いや、いいスルーパスでしたね。しっかり決めてくれた。リプレイ、ここも2列目から上がっていってバード、ニアぶち込み、いや、素晴らしいゴール。キーパー逆疲れたのかな、ちょっと反応遅れましたね、手も出せず。赤崎監督ガッツポーズ、
さあここ奪ったウィアット、リングリスト、リングリスト下げてウィアット空いている。さあスルーパスバード、ただここはちょっと流れた、戻して下げてってリングリスト、さらにシュートはここは跳ね返される。ヒリング、リングリスト一旦下げてバーバー、リングリスト空いた、シュート決めた、リングリストデビュー戦でゴールも決めていく。いやー素晴らしい選手出てきましたね。もう一度見よう、リプレイ、ここ前空いてしっかり左足振り抜いた、素晴らしいゴール、アウトサイドにちょっとかけて右上隅ズドン、迫力のある選手出てきたね。ちょっと老けてない17歳。蹴っていこう、ファースト、ファースト強い。さあリンクミストで通るか、リンクミスト一旦預けてウェイド、リンクミストサイド、バールが中空いた、ファースト打てるか、打てない。もう一度リンクミスト、ここはシュートは、パスになってしまった。ファースト、もう一度ウェイド、バード下げてアルフォー、リンクミスト抜けた、さあウェイドシュート、あー惜しい、ポスト戻れ、カウンター警戒。さあロングボール蹴ってきた、剥がされる、シュートはあーと PK か、いや余計に滑ってしまった、ラングにイエローカード、もったいない、せっかく止めたのに PK。 まあ PK だねこれはね。さあウィリアムズ止めてくれ、もう前半これがラストプレー、逆1点返された。さあ前半のスタッツ見ていきましょう。1対4、3点リードで折り返し、ポゼッションも 64%、 シュートも8本、パス本数も多いので、いやいい流れで試合進めています。ただ PK 風の1失点はちょっと余計でしたね。さあボール奪いたいけども中央使われる、サイド入れ替わった、上げさせるな、オケルケナイスブロック、セカンドダメ。さあちょっとバイタル空いている、あちょっと待って、誰もついてない、危ない、なんとかポストに当たった、クリア。ちょっとここはしっかり回してフリーな選手使っていこう。さあアルフォの前が空いた、アルフォ一旦戻してウェイド、アルフォ、さあサイドバードが上がっていく、バードクロス、さあボレーシュート決めた、5点目ファースト、見事なシュート、フリーでしたね。ここはちゃんと決めていく、リプレイ、ちょっと難しいボールだったんですが、ここ左足でよく決めた、さすがファースト、見事なボレーシュート、あー脇の下すり抜けたね、キーパーブラインドだったか、もう蹴るか、蹴っていく、ファースト、ファースト強い、ファースト、さすがファースト、ただもう体力がない。バード、さあバード持っていくがちょっと味方がいない、ファーストへシュート、ブロック、リンクミスト、こぼれ球、バード一旦下げてアルフォ、もう一度バード、横に下げて、さあリンクミスト、いやこれファーストに当たってしまった。さあ選手交代していきましょう、ちょっともうファースト疲れているのでここ交代、ムーア、バルガに変えてピアソンかな、蹴ってくる、
いやここ相手拾うか、戻れ、早い、なんかここはしっかり対応して、危ない、ちょそこに引っかかるのかい。さあ裏アルホちょっと反応遅れた。さあ中通させるな、シュートコースある、まずい、ナイスブロック、まだ危ない、守りきった。さあ縦バード走れ、ムーア、ムーア行け、さあムーアが行く、ムーア切り返して流してリンクビスト決めた、6点目、リンクビストいい上がり、ムーアのアシスト、そしてリンクビスト今日2ゴール素晴らしい、超新星2人目現る。さあ奪えるか、奪えない、さあまずい、あと入れ替わってちょフリーにしている、うわーウィリアムズよく止めた、交代使おう、アルフォに変えてフレンチかな。さあ相手のコーナーキック、ニアサイドヘディングは、うん、ここウェイドに当たった、もう一度コーナー、さあ中央ヘディングはここはなんとか防いだ。さあアディショナルタイムもう残り少ない、ここは1失点で終えたい。さあ中通された、ちょっと人数足りてないよ、中通る、まずい、守備ちゃんとして、ああ空いてる、結局2失点、やっぱりこれぐらい取られるな、中央ぽっかり空いてしまう、ボックス内もうちょっと人についてほしい。そしてここで試合終了、2対6、大量得点で勝利ですが、ちょっと最後の最後で点取られたり、かなり不安定な守備は治っていないので、まあ、ガンガン点取って勝つしかないのか。それにしてもリンクビストすごい活躍だった、2ゴール、これからが楽しみ。さあ試合データ見ていきましょう、結果は2対6、アネオトユナイテッドリーグ戦初勝利、いや、やっと勝てた。ポゼッション 59%、まあまあ良かったですね。シュートは12本、相手11本、結構打ち合ってます。でパス本数もほぼ一緒、まあ勝つことはできましたが、相手最下位のチームなので、まあ、手放しでは喜んでいられない。もっと精度高めていきやなければならないですね。そして個人スタッツ、ウェイドが1ゴール1アシスト 8.4、 そしてリンクビスト2ゴール2アシスト 8.7、 マンオブザマッチ、いやーデビュー戦でこれはすごい。ちょっと CM にコンバートしたんですが、 CM でも全然使えるので、まあ、これからねこの特殊したまあ、カールソンと、まあ、ポジション争いして頑張ってほしい。そしてハーストが2得点で 8.1、 いやさすがだね、あのボレーシュート素晴らしかった。さあ現在の順位表ですが、初勝利を挙げたアネオトユナイテッドが19位に浮上、ただ5試合15得点17失点はもはやお笑いの域に達しています。このまま大味な試合を続けて、果たして昇格ラインまで上がっていけるんだろうか、とても不安です。そして次回は8月最後の試合がありまして、ホームでパパジョンズトロフィーの開幕戦ですかね。もうすでにカラバオカップは敗退してしまったので、カップ戦一つ一つ大事にしていきたいですね。またフォーメーションの方ですが、4-2-3-1に変えてから結構攻撃の形が作れてきているので、今後はこのフォーメーションを軸にチーム作りをしていきたいと思います。ただハーストのバックアッパーとしてムーアは非常に頼りないので、次回夏の最後の補強としてストライカーを1人獲得していきたいと思います。ともあれリーグ戦でようやく初勝利を挙げることができましたので、このいい流れを持って2連勝3連勝と波に乗っていきたいところです。それでは今回の動画は以上となります。
ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。